さあそれでは2022年の鳥取県の問題はこれ大門何本じゃこれ大門の5番のえと問いの2番ですねえ考えていきましょうえと問いの1番がどんな問題なのかっていうと図形の状況変わらなくて三角形 ACE の面積を求めなさいっていうのが問いの1番なわけですねまあなのでここが3センチで斜辺の長さ5センチの直角三角形考えればえ高さが4センチってわかるしここも7センチってわかるから7 × 4 × 2分の1であっさり出るのでまあこれは省略しますねで問いの2番えここからですね メインになっていきますこの状況角の二等分線引いて交点 F としてるわけですねで E と B を結んでいる AC 引いて交点 HG なんていうふうに置いているとでこの時にまず角の一番が、H、AH 対 HC を求めなさい。 だから何センチっておかしいよね。AH 対 HC は何センチじゃなくて何ですよね。はい。で、過去の2番が CGF っていうここの面積がどうなるのか求めなさいっていう問題で、最後が AH 対 HG 対 GC の比を求めてくださいという問題でございます。 はい、ではですねこれらをもとにまず解いていくわけだけど、まあ、最初の問題 AH 対 HC ってそんなに難しくないのかなと思います。というのもこれ AHHC、AH、ってこれも平行神経の中に平行線こうやってあるんだからさ砂時計型の掃除で見てあげれば一発かなと思います。ね。えっ、ー、とこういう状況ですよね。 A があって、H があって、C があってっていうここのね三角形だけ抜き出せばいいわけです。で AE の長さっていうのは7センチとね10センチから3センチ引くだけですか7センチって出るし、BC の長さは10センチのままでいいわけですよね。はい。えですから AH と HC、AH、は7対10というふうになると。 ということで、まあこいつはあっさりと終わるのかなと思います。過去の2番、えー、三角形 CGF の面積を求めなさいということなんだけど、まあ定番の考え方をしていくのであれば、FC の長さをまず求めてあげて、えー、高さを求めてあげてっていうまあこういうね、えー、寸法になるのかなと思います。まあそうすると F はどこから発生しているのかって考えていくと、こいつは角の二等分線なわけですよね。で、ここをうまく使っていってあげると、まあ実を言うと簡単に。 F っっていいいうううももののののの存在ががどたなかとと。えー、この三角形ね、えー、見ていてあげてください、えー、そうするとどういうことが分かるのかっていうと角の二等分線があってここ 3cm があるとでここも 5cm だって分かっていて角の二等分線なわけですよね。まあ、なので考え方は二通りあって一つは最もポピュラーな考え方でいくと錯角を使えばここの角度がここに移ると。 ってことはこれ二等辺三角形になるから CFD は二等辺三角形でしょママークポチマーククがつくよねだから5センチだったらこっちも5センチっていうふうになるのでここ5センチって出せるわけですよ。まあもう一つはここがね過去の二等分線なので3対5だったらここが3対5っていうふうに言えると。 だよね、3対5になってるとなので掃除考えていくと掃除比が3対5だって分かるので3対5で5センチっていうふうにやってもまあ同じかなと思いますどちらでも OK です、はいえー、そうするとあとはこの高ささえ求めてしまえばいいわけなんだがこの高さもね求めるのはそんなに難しくはないのかなと思います、えー、っていうのもこのね AG 対 GC、えー、これを考えてみてください、えー、これもすぐに分かるわけですよねな、えー、なぜならよしと AG 対 g c この辺かないしょいしょ a g 対 g c っていうのは a d 対 c f で求めることができると AD の長さが 10cm で FC の長さが今 5cm ってたわけだからここが2対1になってるっていうのがすぐ分かるわけですよね。ということは。 A. C. 対 G. C. っていうのが三対一になるよね。ここが二対一だから、三対一になるわけだよね。ということで、高さの比も一対三になるはずですよね。 はい、えー、ここの高さっていうのがもう4センチっていうのはね問いの一番の段階で出ていると思います。ここ3センチこれとこれね同じゴードな図形作って3対4対5の三角形を作れば4センチってわかるわけだから高さはこれの3分の1倍でいいわけですね。ということでここの水線 i とかっていうふうにしておくと,、えー、っと Gi の長さっていうのは4ける 3分の1で出てくるとしたがって3分の4センチだって分かりますので 5×3 分の 4×2 分の1これで面積を出すことができるわけですね。ということで2分の 1×5×3 分の4。 を計算してください。3分の10で合ってますかね？3分の10平方センチメートルという風に出てくるはずです。オッケーですかね。まあ、なので、普通に底辺の長さと高さっていうのが簡単に出せたので、ま総、あ、人にね。どこの掃除を抜き出せばいいのかな？というところさえ、気をつければ問題なかったんじゃないのかなと思います。で、最後の問題が。 まあここの括弧の1番2番までできた人へううのボーナス問題なのかなと思うんだけど a h 対 h g 対 g c を求めなさいといわゆるのの合成の問題なわけですねでこれってどういうふうになってるのかっていうと先ほど a h 対 h c っていうのを求めていてこれが7対1 0だったわけですね括弧の1番で求めてたわけです。で括弧の2番のこの面積を考える過程の中で a g ゃ一じゃない。 A G 対 G C が2対1だっていうのを求めたわけですよね。オッケー。ということは今 A から C までの長さをまあ何対何に内分してるっていうのが2種類で表されてるわけですね。2種類の単位丸っていう単位と三角っていう単位で表されてるわけです。まあここの部分だけちょっとね右側に抜き出しておきましょうか。こっち行きます。A からよいしょ。まあ C まであったときにこの H っていう場所で。 7対10に内分されていて G っていう場所で2対1に内分されていると。 まあそうすると「丸っていう数字で考えていくと a から c までの長さは丸の17っていうふうになってるはずだよね 7+10 で17ね三角の単位で見ていくと四三角の2と三角の1で三角の3っていうふうになってるわけです、まあ、だからイメージとしてねイメージは単位が違うもので同じ長さを表してるわけですよ、まあ、要は 17km と3マイルが同じですねみたいなそんなイメージね、まあ本当は違うけどねはいえなのでここの単位が違っているのでこれを揃えてあげましょう 何に揃えればいいのか3と17の最小公倍数に揃えてこれをちょっと四角っていう単位に変換して3倍してみましょう51になりますすこれ3倍するわけねそうするとこれも3倍にして21。 これも3倍にして30っていう風にすると長さ四角の51っていうものを四角の21と四角の30に分けてるって考えられるはずですよね。要は21と30でもちゃんと7対10をキープしてるわけじゃないですか。OK、でこっち側も同じように7倍失礼17倍して単位を51に揃えます。 17 17倍すするとこれ四角の17になりますつまり四角の51っていう長さを四角の34と四角の17で分けたよねってことねやっぱり2対1はキープされたままになってるわけでしょこうすれば長さの単位が揃うことになるので結局ここの HG の長さはっていうふうに言われたらこれは三角あ四角の34から四角の21を引いてあげて四角の13なんていうふうに考えられますよね。 Okay、まあもしくはこっちのね四角の30から四角の17を引いて四角の13って考えてもいいかなと思います。いずれにせよ単位が揃った状態で AH 対 HG 対 GC を求めることができると AH が2 1 h g が13。 gc が17という風になりますので、21対13対17という風にね。求めることができたわけですね、えー、この比の合成の問題っていうのも結構ね。頻繁に入試で現れますから、えー、考え方をね。しっかりと頭の中に入れといてほしいかなと思います。<music>